皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆる子です。今回はハードオフ上の御徒町店に来てるよ。ここは東京なんだぜ。秋葉原から徒歩でも来れるんだよ。電車で来るよりもお買い得だよね。それじゃあ早速店内に入るよ。ジャンクコーナーは3階にあるぜ。それじゃあ3階に行くよ。この部屋がジャンクコーナーだね。雑居ビルの一室だから他のハードオフとはちょっと違うね。しかし割と広い部屋だぜ。一部屋全部ジャンクコーナーなんだよ。それじゃあジャンクパソコンも見ていくよ。これは2750円だね。通電確認のみだぜ。バイオスは起動するのかな？なんだかとっても怪しいね。かなり古いコア通常だよ。隣は富士通の FMV だぜ。値段は1100円だね。値下げの痕跡があるね。1100円でも売れないんじゃない？せめてバイオス確認くらいは記載がないと売れないぜ。これは2200円から1100円に値下げされているね。誰かが値下げ前の価格を見て買っていくんじゃない？こっちは1650円だね。細かいことが何も書いてないじゃないか。CPU がついているのかもわからないね。このノートパソコンはなんと。びっくり価格の8万8000円だよ。映像が映りませんで8万8000円もするぜ。ゲーミングノートだけどさすがにこれは高すぎるね。第7世代のコア i7 だね。第7世代のモバイル版なんて大したことないんだよ。さすがにこの値段じゃ誰も欲しがらないぜ。こっちは1万1000円だね。液晶に不具合があって1万1000円だよ。スペックはいかがなものかな？第4世代のコア i7 のようだぜ。これは低電圧版だね。こっちはお辞儀をしているよ。買ってくださいと言っているのかな？値段は1万9800円だぜ。お辞儀をしても誰も買ってくれないんじゃない？1万9800円じゃいらないよね。こっちは7700円だよ。これは液晶にドット抜けがあるぜ。どれくらい大きなドット抜けなのかな？これは第3世代コア i3 の低電圧版だね。Windows 8.1 を入れて差別化してあるね。隣のノートパソコンは真っ赤っかだぜ。値段は7700円だね。再起動を繰り返す？わかりにくい表記だね。こっちは1万1000円だぜ。液晶にもやもや？ユニークな表記が多いね。ユニークすぎてわかりにくいよね。わかりにくいから面白いんだぜ。これはセレロンかな？値段は3300円だよ。これもバイオスが起動するかわからないね。こっちにはデスクトップがあるぜ。同じやつがたくさんあるね。値段は3300円だね。これも起動しないんだね。CPU が入っているのかも不明だぜ。これは4400円だね。これはバイオスくらいは起動しそうだね。隣はちょっといいやつだね。これはマウスコンピューターだぜ。値段は1万3200円だね。スペックが書いてないね。第4世代のコア i3 のようだね。このシールが信用できればの話だが。スペックくらいは書いておいてほしいよね。上のやつは富士通だね。値段は7700円だね。これもスペックが書いてないぜ。第4世代のセレロンじゃないの？これもシールで判断してねっていう感じだね。上には同じパソコンが4台あるね。よく見かけるようなパソコンだぜ。企業が使っていそうなパソコンだね。値段は5500円だね。スペックはシールが正しければ第4世代コア i3 だよ。4台全部同じようなスペックだぜ。全部同じことが書いてあるよ。こういうのって実は微妙に違うんだよね。このパソコンは出るせいだね。このパソコンは棚からはみ出しているぜ。誰かが引っ張ったんじゃないの？引っ張れば出るに決まっているよ。こっちには ATX 電源があるね。値段は3300円だぜ。動くかどうかはわからないけど 800W だよ。しかも80プラス認証だね。こっちにもあるよ。
右側のやつは3300円だぜ。これはメモリーが抜かれているよ。なんだか焦がれていそうだね。こっちなんて小さな値札のみだよ。しかし550円だぜ。2台とも動くかどうかわからないね。2台とも出るせいだね。こいつらは床にベタ置きされているぜ。棚がいっぱいで入らなかったからじゃない？入らなければ当然出るに決まっているよ。こっちにはモニターがあるよ。これは近年在庫型になっている真四角のモニターだぜ。値段は1100円だね。これは映像出力はあるようだね。このタイプのモニターは11円で売られていることもあるよ。下にはマザーボードがあるぜ。 CPU がついてないね。一体いつのやつなのかな。かなり古いやつなんじゃない。値段は1100円だぜ。メーカー製 PC のマザーボードかな。 USB3.0 のボードがあるね。こっちには一体型 PC があるね。こいつはキーボード付きだぜ。値段は5500円だね。テレビは未確認なんだね。これは第一世代 Core i5 だね。ラムが 4GB にハードディスクが 1TB だぜ。多分 Windows 10じゃテレビは見られないね。他のやつはみんなモニターだったよ。やっぱりモニターは在庫が多いね。モニターは持ち込んでも値段がつかないことも多いんだぜ。でも引き取ってくれるだけありがたいよね。お持ち帰りになっちゃたまらないもんね。これは2750円もするね。何やら面白そうなものがあるぜ。これは一体何かな。ケイゴルトランプじゃない。値段は330円だね。よくわからない場所に置いてあるぜ。こっちにはワープロがあるね。このワープロはビネガーヒンドロームだね。消費税増税前の値札だね。今は1620円じゃ買えないぜ。今は1650円だね。ワープロはレトロ商品だけど人気がないね。こっちは9900円だよ。こっちは一応動作はするようだぜ。印刷するには消耗品が必要だね。インクリボンはもう製造してないもんね。こっちにはゲームがたくさんあるよ。ゲーム機の中に電話もあるぜ。ここに任天堂Wiiがあるね。値段は3300円もするね。奥にあるやつは何かな。 CPU クーラーのヒートシンクに見えるぜ。値段は1100円だね。いろいろなものがごちゃごちゃになっているね。こっちには Xbox があるよ。ゲームできましたで3300円だぜ。ここには初代プレステがあるよ。これは値札だけのプレステだね。値段はなんと1100円もするよ。動くかどうかもわからないのに1100円もするぜ。初代プレステは動かない可能性が高いよね。こっちにはスーパーファミコンがあるね。値段は550円だね。これも動作状況が書いてないぜ。こっちにはプレステのコントローラーがあるよ。値段は1100円だね。これは完全動作未チェックなのかな。くじを引くようなもんだぜ。よっぽど動作するけどたまにボタンが効かないやつがあるよね。これなんて550円だよ。見た目は綺麗なんだよね。こっちにはスーパーファミコンのカセットがあるぜ。値段は110円だね。ゲームソフトは他のハードオフと変わらないね。ゲーム機は地方のハードオフよりも高めだったね。光の加減で見にくいがほぼ110円だぜ。ジャンクのゲームはお買い得だよね。接点復活剤を突すればよっぽど動くよ。接点復活剤は安いから買っておかなくっちゃね。これは用心くんのサイン入りだぜ。この子は今何をしているのかな。この動画を見て懐かしんでいるんじゃない。こっちにはプレステのソフトがあるね。めちゃくちゃに入っているぜ。値段は110円だよ。いろいろなものがごちゃごちゃに入っているね。整理整頓をしなくっちゃね。こいつは一体何なんだ。ゲームのコントローラーじゃないの。値段は1100円だね。これはビデオテープだね。これは太陽にほえろだぜ。値段は3300円もするね。こっちにはプレステ2のソフトがあるね。ここは本みたいに綺麗になっているね。値段は110円だぜ。ゲームソフトは安いよね。ほとんどが110円だよ。
プレステ2って結構遊べるもんね。それじゃあちょっくら中古品でも見ていくぜ。中古パソコンを見ていくよ。これは4万4000円だね。第8世代 Core i3 で4万4000円だよ。光の加減で見づらくて申し訳ないぜ。こっちは2万2000円もするね。これは第5世代のセレゴンだね。そして隣はなんと13万2000円もするぜ。シールを見る限り第4世代に見えるよね。第4世代が13万2000円は高すぎるね。第8世代 Core i7 って書いてあるね。シールが貼り替えてあるのか？ PTO じゃあるまいし、わざわざシールなんて貼り替えるのかな？これはとってもおかしいね。おかしかったら笑えばいいんじゃない？第8世代であったとしてもこの値段じゃ誰も買わないぜ。こっちには中古のゲームがたくさんあるね。ファミコンのソフトがいっぱいだね。レアなソフトもあるね。ファミコンソフトの中に MSX のソフトもあったぜ。これは MSX2 だね。値段は3300円もするね。こっちにはおなじみのスーパーマリオがあるね。値段は880円もするぜ。ジャンクの青箱でもよく見かけるよね。これはサンマの名探偵だね。実在する人物がたくさん出てくるゲームだね。桂文鎮が勝手に殺されたゲームだぜ。おかちまちのハードオフはとっても面白いね。ホールの平屋の店舗とは違った雰囲気だよね。ここは雑居ビルだもんね。地方の店舗と比べると縦長なのが特徴だぜ。駐車場もないんだよ。駐車場もないハードオフも珍しいよね。それじゃあこれから秋葉原に行くよ。ここから歩いても行ける距離なんだぜ。秋葉原に着いたよ。それじゃあ次回は秋葉原の電気街を散策するよ。次回もまた見てね。ご視聴ありがとうございました。